2024年7月25日、陸上自衛隊の森下泰臣陸上幕僚長は、小笠原諸島の離島である南鳥島へ、人に、意識地対艦誘導弾の射撃場を整備する計画が進行中との発表をキャッチしました。今回は、防衛省が、南鳥島に地対艦ミサイル射撃場を設置するという、注目すべき動きについて深掘りします。アメリカやオーストラリアなどの海外でしか行えなかった、これらミサイルの国内での射撃訓練が可能に。これはやばいね。2024年7月25日、陸上自衛隊の指揮官である森下幕僚長は、この日開催された記者会見の席上において、行政区分上では、東京都の小笠原村に属する、小笠原諸島の離島である南鳥島に、新たな射撃場を整備することを報告した。小笠原諸島の離島である南鳥島は、日本本土の本州からは、およそ 1800km ほど離れた場所に位置し、地理的には、日本の最東端にあたり、現在は、民間人の居住者がない上、基本入れ島すること自体が禁止されている。そのため、現時点で、南鳥島には、海上自衛隊の基地が置かれ、同隊員が配置されているほか、国土交通省の関東地方整備局、及び気象庁の職員が少数常駐を行っており、国の機関が目的に応じた職務を遂行している状態である。南鳥島は、一つの型がおよそ 2km ほどで構成された三角形型をしており、総面積は 1.51 平方キロメートル、標高は、最大でも9メートルしかない平坦な地形の島で、島には医療設備、体制もなく、かなか過酷な環境と言えるだろう。南鳥島へのアクセスは、全長1372メートルほどの滑走路が1本あり、ここに離発着させる航空機と、南部にある波止場に船舶が出入りできるのみで、前述した海上自衛隊や国土交通省の人員の交代等も、基本的には航空機を介して行われている。そこで、海上自衛隊や国土交通省の人員の交代時には、航空自衛隊の C-130H 輸送機が、これらの常駐者の島での生活に必要な物資の運搬には、海上自衛隊の C-130 ラウンド輸送機が用いられており、先に挙げた1372メートルほどの滑走路が生命線となっている。今回、陸上自衛隊の森下幕僚長が報告した内容によれば、南鳥島には、現在、陸上自衛隊が配備を行っている人に、意識地対艦誘導弾の射撃場を整備する計画となっており、同兵器の有効射程は 200km 弱と推定されてきた。しかし、日本国内に存在している従来の射撃場は、最大でも 40km ほどの規模のものであったため、現行の人に、意識地対艦誘導弾の射撃訓練は、アメリカやオーストラリアといった海外の演習場に出向いて行ってきた経緯がある。人に、意識地対艦誘導弾は、その名称が示す通り、2012年から陸上自衛隊での調達が開始された兵器であるが、本体である誘導弾の発射筒を送輪式車両の後部に搭載、他のレーダーや射撃管制に必要な機材等もトラックの荷台に搭載する形式の地対艦ミサイルシステムだ。現在、陸上自衛隊における人に意識地対艦誘導弾は、その運用の教育を目的とした富士共同弾以外は、西部方面隊の第2特科弾の第5地対艦ミサイル連隊、熊本の健軍駐屯地、第7地対艦ミサイル連隊、沖縄本島の勝連分田室地に配備されている。第7地対艦ミサイル連隊は、他にも、第1地対艦ミサイル中隊、鹿児島県の奄美大島の瀬戸内分田室地、第2地対艦ミサイル中隊、沖縄県の宮古島駐屯地、第3地対艦ミサイル中隊、沖縄県の石垣駐屯地等で、南西諸島の島々に分散配備が進められている。こうした人に、意識地対艦誘導弾の配備が、現在、南西諸島方面に対して集中的に行われている理由は、言うまでもなく、中国の軍事力の増大に伴い、その海軍力の圧力の増大に対処するためのもので、残念ながら、その必要性は年々高まり続けている。それは、内容はともかく、艦艇数で言えば、中国海軍は、アメリカ海軍をすでに凌駕する数の総数で、
400隻以上の戦力を保有するに至っており、今なおその増加の速度を鈍化させることなく、東シナ海、南シナ海は言うに及ばず西太平洋方面にまで進出する勢いである。こうした中国海軍の艦艇数の著しい増強に対処すべく、日本は南西諸島方面へとそれらが接近することを阻む目的で、人に意識地対艦誘導弾の配備を進めてきたが、その運用とネリ度の確保が担保されているかといえば、甚だ心もとないと言わざるを得ない。というもの、人に意識地対艦誘導弾の射撃訓練は、前述したように、これまでは日本国内でそれを行い得る射撃場が存在していなかったため、アメリカやオーストラリアに出向いて実施していたものの、その総数は、わずかに、これまでの合計で6回ほどだったことを陸上自衛隊は認めている。この人に、意識地対艦誘導弾の射撃訓練回数の少なさは、もちろん、アメリカやオーストラリアといった受け入れ国側の都合にも左右されるとは思うが、その最大の理由は、陸上自衛隊員及び必要となる装備一式の輸送には、膨大なコストと時間が必要になるゆえであろう。そのため、今回、防衛省が、小笠原諸島の南鳥島に、人に、意識地対艦誘導弾の射撃場を整備する計画を打ち出した背景には、コストを抑えつつ、これらを運用する陸上自衛隊の当該部隊の練り度の向上を図り、中国による南西諸島方面への圧力に対抗する意図が感じられる。行政区分上で、南鳥島を管轄している東京都の小笠原村に対して、防衛省側は、すでに、昨年2023年8月には、人に、意識地対艦誘導弾の射撃場を整備する計画を説明したとされており、今年2024年に再選を果たした小池東京都知事も、こうした防衛関係の事案は、国の戦艦事項であるとして、容認の意向を表明している。加えて、小池東京都知事は、人に、意識地対艦誘導弾の射撃場を南鳥島に整備する計画について、国が当事者である小笠原村の理解を得るべく配慮してほしいとのコメントを発しているが、沖縄県知事などと異なり、この点においては常識的な対応を行っていると言えるのではないだろうか。また、当事者である小笠原村からは、人に意識地対艦誘導弾の射撃場を南鳥島に整備する計画について、日本が置かれた悪化する一途の現状の安全保障環境において、その必要性を認めつつ、射撃訓練時に誘導弾が放たれる方向等には検討を願うと表明している。こうした南鳥島の行政上の管轄者たる東京都、そして小笠原村ともに細かな部分での配慮を国、防衛省サイドに求める意向はあるものの、総じて今の日本の安全保障環境を考慮した場合、その計画を受け入れてくれていることは、同じ国民として感謝の意しか浮かばない。防衛省側の想定によれば、計画通りに、人に、意識地対艦誘導弾の射撃場を南鳥島に整備した場合、同じ小笠原諸島に属し、南鳥島からは、およそ 1200km ほど離れた位置にある、有人島の父島、母島方面の西方海上に向けて、射撃訓練を実施すると説明されている。前述したように、現行の人に、意識地対艦誘導の射程距離は、最大でもおよそ 200km 弱と推定されているため、父島、母島までは、十分に安全な距離が保たれている状態であるが、現在後開発中の人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型では、留意が必要となる。現在開発中の人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型では、まず第一段階として、その射程距離を少なくとも 900km ほどまで延伸させることが予期されており、最終的な第二段階ではこれが同 1500km ほどにまで達する可能性がある。こうした人に意識地対艦誘導弾の能力向上型における大幅な射程距離の延伸を鑑みて、南鳥島を管轄する小笠原村では射撃訓練時に誘導弾が放たれる方向に検討をお願いしたいと国、防衛省側に対する意向を打ち出している状態だと言えよう。小笠原村からのこうした要望について、少なくとも
今の時点では、防衛省側は、正式な回答を行ったという報告は確認できていないが、今後、何らかの形で、射撃訓練時の安全性の担保について、追加で説明するコメントが発せられるのかもしれない。人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型は、従来の陸上配備型、自発型に加えて、艦艇から運用する型、艦発型、航空機から運用する型、空発型へと発射母体を複層化し、標的も対艦攻撃のみでなく、対地攻撃も視野に入れた展開が予想されている。加えて、防衛省側では、こうした人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型に止まらず、当初防衛用の高速滑空弾等の実用化も進めており、今後、南鳥島に射撃場が完成した際には、それらの新型兵器の射撃訓練も行われることとなるのだろう。2023年11月13日、アメリカの民間の非営利団体海軍研究所 USNI、ユナイテッド・ステイツ・ナバル・インスチチュートは、日本最大級の軍艦が F-35B ライトニング2戦闘機運用に必要な試験を受けるため、2024年にアメリカ東海岸に来航する予定であると発表しました。今回の主題は、護衛艦加賀の F-35B 戦闘機認証試験です。改造後、初めての長期航海に出る加賀が、そのまま F-35B を加図機艦載しての寄港となったら、中国への抑止効果になるなんていう声もあるようですが。さて、USNI が言っている日本最大級の軍艦というのは、海上自衛隊が世界に誇る出雲型護衛艦のことです。2023年10月末、海上自衛官と航空自衛官で構成された日本側の視察団が、アメリカ東海岸や大西洋沖を巡航するイギリスの航空母艦プリンス・オブ・ウェールズに乗船し、F-35B 戦闘機の運用試験を視察しているのです。USNI の分析によると、プリンス・オブ・ウェールズが試験をしている同じ海域で、空母化改修後の出雲型護衛艦が、F-35B 運用に関する様々な試験を行うのではないかということです。日本政府と防衛省は、2013年平成25年以降、海地が保有している出雲型護衛艦2隻を空母とする作業を進めていたと同時に、垂直離着陸可能な F-35B 戦闘機の購入も計画していました。現時点で、F-35B 戦闘機は、およそ42機の購入を予定しているようです。この機体を運用する飛行隊を、新たに航空自衛隊内に作り、宮崎県新富町の新田丸基地に配備すると公表しています。九州に配備する理由として、南西諸島空域でのスクランブル発進に最速で対応するためであると同時に、台湾有事も視野に入れているということでしょう。イギリス海軍の空母プリンス・オブ・ウェールズは、前述の通り、アメリカ東海岸での無人航空機による試験や、アメリカ海兵隊との合同訓練も実施しているので、前述の UNSI が、同様のテストを出雲型護衛艦でも実施する可能性を推測しているのです。姉妹艦のクイーン・エリザベスと並んで、イギリス海軍史上最大の軍艦になる予定のプリンス・オブ・ウェールズ。36機の F-35B 戦闘機と12機のヘリコプターの搭載能力を持つ空母です。クイーン・エリザベスが女王艦なら、プリンス・オブ・ウェールズは皇太子艦ですね。この船体は、4つの地域、ポーツマス、ロサイス、バロー・イン・ファーネス、クライドで、
BAE システムズと VT グループが建造を担っています。最終組み立てをスコットランドのロサイス造船所の1号艦ドックで行うそうですが、ここはクイーンエリザベスの改修工事も行われた場所でした。2022年8月27日、プリンスオブウェールズはアメリカ東海岸での演習航海ウエストラント22に参加するためイギリスのポーツマスを出港しました。しかし出港直後に右舷推進部の結合部や舵に損傷が発見されたため演習航海は中止となりました。さてどうしたか、皇太子に代わって女王が9月8日に出航することとなったのです。ウエストラント22で予定されていたプリンスオブウェールズの F-35B の運用能力認定も延期になったのは言うまでもありません。英国放送協会 BBC はこの損傷についてアメリカへの演習に出発した直後に故障し足を引きずりながら戻ってきたとからかいましたが、シャレになりませんよね。プリンスオブウェールズは修理のためロサイス造船所に入居しました。しかしクイーンエリザベスの部品取りにされているという悪質なデマが流れたこともあって、国防大臣が慌てて、これは一時的な応急処置と釈明する事態になってしまったのです。修理と能力強化のための改修に約9ヶ月を要しました。プリンスオブウェールズは2023年7月21日にドックを出て、28日には、CH-47 ヘリコプターが飛行甲板に着艦する画像を SNS に投稿していました。10日後の7月31日には、映画トップガンマーヴェリックに登場するセリフをパロディ化したような文章を投稿、皇太子艦の飛行甲板の運用再開をアピールしたのです。一方、軽空母への改修が完了した海事護衛艦加賀ですが、2023年11月17日、母港呉基地へ帰還しました。長期間の改修を経て、本来の基地に戻ったことになるわけです。偶然なのか、旧日本海軍の空母加賀の進水日も、同じ11月17日だったので、運命的なものを感じるという声が上がったとか、アメリカ東海岸への派遣艦破加賀になるのではないかと噂されているようです。あるいは、アメリカ海兵隊やイギリス海軍の F-35B 戦闘機を使用して、空母としての機能を確認する目的ではないかとも囁かれています。出雲級の空母化については、発着艦機能整備に加え、艦隊内の本格的な改装もまだ構想段階です。既存の F-35 キャリアを参考に課題を洗い出した後、2万6000トンサイズにあった空母化改修を行うと思われますから、空母としての機能を完全に備えるまでには、かなりの時間がかかってもやむなしと考えられるのです。話は変わりますが、艦艇排水量のうち、満載排水量とは船そのものの重量ではなく、燃料や乗員の体重、水や食料などの積載貨物を加算した総合重量です。強襲揚陸艦の場合は、運航関係の乗員だけではなく、上陸作戦要員とその装備も含まれるわけですね。つまり、上陸作戦要員がいる分、空母より広い居住スペースが必要で、装備には、大きな戦車やトラックがあるので、車両庫等のスペースも必要です。上陸作戦関係の重量が増えたから、航空機の運用能力が拡大するわけではありません。スペースもスピードのそのままです。また、加賀が空母化しても、艦載機である F-35B の購入や、空自パイロットや整備員の養成もこれからの話なのです。何も始まっていないということですね。こういった過程を追話しても、搭載可能な F-35B はたった10機ですから、戦力では中国海軍やアメリカ海軍の正規空母とは全く比べ物になりません。戦力にならないなら、別の使い方を考えなければなりません。そこで、最有力と思われる使用方法とは、イギリス国海軍空母のように、アメリカ海兵隊の F-35B も一緒に派遣してもらい、洋上補給基地として使用することではないかという意見があるようです。もう少しプリンスオブウェールズについて見ていきます。前述のように9ヶ月もの改修と大幅な能力強化を受け、2023年7月21日にはスコットランドのロサイスのドックから出てフォース川に入り、
母港ポーツマスへの帰路につきました。その途中、7月29日にはプリンス・オブ・ウェールズの公式 X に飛行甲板が使用再開されましたと、ヘリコプター CH-47 チヌークの着艦写真とともに投稿されました。その2日後の7月31日、飛行甲板の再開に関して、投稿が再びありました。映画、トップガン、マーヴェリック内でのセリフをパロディ化したものと思われる内容です。飛行士の皆さん、おはようございます。こちらはあなたの空母です。シートベルトを締め、トレーテーブルを元の位置に戻し、着陸準備をしてください。フライトデッキは営業中ですというユーモアのある投稿でした。それに対して、あなたがポーツマスに到着するのを楽しみにしています。ぜひ母を連れて行きたいと思っています。一度、穏やかなベルファスト港を訪れてみてはいかがでしょうか。ここ北アイルランドのファンは、あなたの栄光の姿を見たいと思っていますといった心温まるコメントも寄せられていたそうです。プリンス・オブ・ウェールズと出雲、護衛艦は、台湾有事が起きた際には大活躍してくれると期待する向きも多いようです。ところで、プリンス・オブ・ウェールズはイギリス海軍の艦艇ですよね。ということは、基本イギリス領海にいるのではないでしょうか？となると、台湾有事の場合、イギリス本国から駆けつけるとしたら、相当時間がかかるのではないかと心配になってしまうのは筆者だけでしょうか。計画中止となったイージス・アショアの代わりに、イージスシステムを搭載した艦船の建造が開始されています。さらに、スパイ7レーダーシステムのデモンストレーションが行われ、その革新的な能力が実証されたという報告をキャッチしました。今後の展望として、海上自衛隊は、この新型イージスシステムスパイ7を装備する計画があることから、その性能詳細に注目します。今回詳しく見ていきますね。また、防衛予算は GDP の 2% に相当するまで増加予定で、中国の軍事的圧力に対抗するために、長距離攻撃兵器の導入を1年前倒しで進める方針です。これにより、日本の防衛戦略の次の一手が注目されています。2024年現在の日本は、今の自国を取り巻く安全保障環境を、太平洋戦争後の79年の中でも最も悪化した厳しい時期にあると判断しており、昨年2023年度分から、防衛予算案の総額を段階的に引き上げていく方針を打ち出している。2021年10月に発足した現岸田政権は、そうした背景を受けて、2023年度から2027年度までの5年間の防衛予算の総額をおよそ43兆円とする施策を進め、これは対 GDP 比で最終的に 2% を超過するものとなる。こうした岸田政権による防衛予算の増額は、勝手長期政権を維持した故安倍晋三氏の政権においても無視得なかったものであり、単純に比較することは難しいが、国際情勢の変化が日本の世論の変化を後押しした結果とも言えるだろう。日本の周囲を取り巻く安全保障環境の悪化とは、核開発や各種のミサイル開発を止める気配など微塵もない北朝鮮や、言うまでもなく、2000年以降に急激な勢いで軍拡を推し進める中国の脅威が高まったことに起因している。すでに、日本の最大の仮想敵国が中国となって久しいが、
2022年2月のウクライナへの軍事侵攻以降は、ロシアも北方領土方面をはじめ、日本への威嚇行動を強めており、こうした敵対する隣国の動きが活発化していることは間違いない。そのような中で、防衛予算の大幅な増額へと舵を切った日本では、これまで保有してこなかった長距離打撃兵器を反撃能力と表現して整備していく方向にあり、それらをまとめてスタンドオフミサイルと呼称している。スタンドオフミサイルの大まかな定義は、敵の防空兵器の射程圏外から攻撃が可能なミサイルのことを指しており、自軍のそれらのミサイルの発射母体を危険にさらすことなく、敵軍の標的を排除するものと説明されている。日本が保有をすべく、開発や調達を進めているスタンドオフミサイルの代表例としては、国産の1式地対艦誘導弾の能力向上型や、島嶼防衛用の高速滑空弾が挙げられ、また、アメリカからのトマホーク巡航ミサイルも、これに該当する。これら国産の1式地対艦誘導弾の能力向上型や、島嶼防衛用の高速滑空弾、そして、トマホーク巡航ミサイルに共通している要素は、対艦攻撃に止まらず、対地攻撃も長距離から担い得る点であり、この点において、従来の兵装と一線を画している。しかし、政治的に見れば、射程距離がおよそ 1000km を超えるこれらのスタンドオフミサイルは、左派を中心とする勢力からは、自衛隊が憲法上で保有を禁じられている攻撃的な兵器に当たるとして、折につけ、今の政府の方針を非難している。日本の伝統的とも言える左派の代表として、今も根強く一定数の支持基盤を有する日本共産党などの考えは、その機関紙である赤旗の紙面上の主張にて、当然、これらのスタンドオフミサイルの保有を激しく非難している。かつての東西冷戦時代は、長距離攻撃が可能な兵装は敵基地攻撃能力と呼称されてきた経緯があり、その、いかにも攻撃的な名称は、国民に、マイナスの印象を与えかねないと判断されたのか、今の日本政府は、これを反撃能力と呼び換えることで、批判の矛先をかわそうとしているようだ。個人的には、そのような政治的な対応が理にかなったものであるのか否かの判断はつかないが、これだけ尖閣諸島周辺における中国の圧力の増加や、台湾に対する同国の武力による恫喝を目の当たりにすると、その必要性は論じるまでもないとは感じてしまう。その祖も、兵器自体を攻撃的なものか、防御的なものかに線引きすること自体が今や困難であり、敵から攻められないように、事前に対処方法として長距離打撃兵器を準備していかなければ、攻撃を受ける可能性は格段に高まることは想像に難くない気がする。そうした今の日本が置かれた安全保障上の厳しい状況を打破する一策として、先に挙げた各種のスタンドオフミサイル類を多数搭載しようというコンセプトのもと、建造が行われようとしているのがイージスシステム搭載艦であろう。イージスシステム搭載艦は、2020年6月まで、秋田県と山口県の2カ所に設置が予定され、日本の今後のミサイル防衛を支える切り札と目されていた、陸上配備型のイージスアショアに変えて2隻が建造されることとなった艦艇である。イージスアショアは、秋田県と山口県の2カ所の陸上自衛隊の管轄下の地に設置することで、日本全国を365日24時間体制でミサイル防衛を可能とすることが期待されていたのだが、装備する迎撃弾である SM-3 の問題から導入が中止された。これは、飛来する敵の弾道弾を迎撃する SM-3 には、発射後に加速をするためにブースターが取り付けられているのだが、打ち出され、役割を終え不要となったブースターを切り離すにあたり、その落下位置を制御することが困難という理由であった。この当時の報道によれば、イージスアショアから発射される SM-3 のブースターの落下位置を確実に制御するには、使用されるソフトウェアへの改修が必須であり、その費用と開発に要する時間的な余裕がないと判断された形とされた。乱暴な素人考えでは、落下してくるブースター部分に対し、近隣に迎撃用の機関砲や小型のミサイル等を配備することで、危険性を低減させることも考えられたのではないとも思うのだが、まあ現実には難しいのだろう。イージスアショアは、
そもそも、イージス艦に搭載されている SM-3 発射用の VLS 垂直発射管と、敵目標を探知し追尾するレーダーを陸上に設置するように改めたもので、その意味では、新技術が用いられたものとは言えない。この時、イージス・アショア用に用意されたレーダーが、ロッキード・マーティン社が開発したフェーズドアレイレーダーのスパイ7であり、2018年7月には、時の日本政府は、これを2機購入することを決定した。イージス・アショアの導入中止が確定した後も、すでに発注していた、このロッキード・マーティン社製のフェーズドアレイレーダーのスパイ7を、キャンセルするには違約金が生じるとも言われ、代替するイージスシステム搭載艦でも、その流用が行われる。この点に関し、日本の一部の軍事関係者からは、イージス艦の代名詞たるアメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦の最新のバージョンにあたるフライト3では、レイセオン社製のスパイ6が採用されたことを受けた批判が見受けられた。いわくアーレイバーク級ミサイル駆逐艦の最新バージョンであるフライト3のレーダーにレイセオン社製の AN/SPY-6 が選ばれたということは、以後の海上自衛隊のイージス艦もそれに準じる可能性が高く、イージスシステム搭載艦との連携が危ぶまれるとする指摘だった。しかし、フライト3以前のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦のレーダーはスパイ7と同様にロッキード・マーチン社製の AN/SPY-1 系統のものであり、日本の現行の8隻のイージス護衛艦もそれらを装備している。そのため、ロッキード・マーティン社製のスパイ7と、レイセオン社製の AN/SPY-6 とは、性能面でもほど同等だとアメリカでも評価されている上、当のアメリカ海軍でも両者を併用して使用していくことに異論は見られていない。すでに、2022年頭に、ロッキード・マーティン社は、スパイ7が、イージス武器システムの BLJ-7B と連動したテストにおいて、SM-3 のブロック 2A を用いて、敵の弾道弾との交戦能力が実証されたとのコメントを発している。日本でのイージスシステム搭載艦の建造も、一番艦が、三菱重工業社社によって、今年2024年中には寄港される予定となっており、進水は、2026年、収益が2027年止めされているため、並行して、スパイ7の最終的なテストの完了も伝えられるのだろう。